良い子の皆さん、こんにちは。現団体テクニカルラボへようこそ。今回はコダックプレイスポーツ2というバッテリー内蔵型のカメラの内蔵バッテリーを交換してみました。その時の様子を動画にしましたので紹介します。はい、出ました。それでは早速食ってみましょうって、おいおい、さすがに検探隊でもカメラは食わねえぜ。現在私が YouTube の動画を撮影しているカメラはこの3台です。まずメインのカメラとしてこちら、これはコダックのプレイスポーツ2です。もう現在ではね、製造中止だし販売もされていません。それとこちら、これはソニーのアクションカム。このカメラは今でも製造されてますし販売もされています。これは主に水中撮影とかテーブル三脚を使ってこう地面に置いてね、前景をワイドで撮影するときなどに使ってます。そしてもう一種類、こちらがビクターのエブリオっていう商品名のカメラなんですけど、これはね、安い割にはね、防水なんですよ。こちらのカメラも水中撮影とかテーブル三脚を使って地面に置いて前景を撮影するとかね、まあ補足的にサブカメラとしての使い方が多いカメラです。それでこちらのメインで使っているコダックのプレイスポーツ2、これはね、実際にはね、このようにね、3台のカメラを持っていて、これを適宜使い分けています。なぜこのようなことをするかというとですね、このカメラはね、バッテリーが取り外せないんですよ。だからね、バッテリーが切れちゃうと、そこで撮影ができなくなっちゃうのね。だから、バッテリー切れに対応して、常に2台とか3台とか持ち歩いてます。この黒い色をしたプレイスポーツ2が一番最初に買ったやつで、もうかなり使い込んでますからね。バッテリーもだいぶ疲れてきました。最近では、充電してもすぐにバッテリーなくなっちゃいます。だからね、なんとかこの内蔵バッテリーを、自分で交換できないかなと思ってたらね、ある人から交換のやり方の動画をね、教えてもらったんですよ。それでその動画を見たらね、結構簡単にできそうなのね。だから私も自分でやってみることにしました。このカメラの内蔵バッテリーの純正品っていうのが手に入れば一番いいんですけどね、それは難しいみたいなんですよ。そしたらね、動画を教えてくれた方から、このカメラに合う他のカメラのバッテリーがあるんだよって、そういうね、裏情報を教えてもらっちゃいました。その他のカメラのバッテリーっていうのはこれです。これはテンコーというカメラ部品メーカーが売っている富士フィルム用のデジタルカメラのバッテリーですね。これ写真のデジタルカメラのバッテリーです。これがね、寸法とか電気的特性とかはすべてこちらのプレイスポーツに内蔵されているバッテリーと同じみたいなんですよ。それでバッテリーを取り替えるにはカメラをばらさなきゃいけないんですけどね、このカメラをばらすのに必要な工具はこの4種類です。先端がマイナス、六角、プラスの精密ドライバー、それと先端が尖ったピンセット、この4種類があれば作業はできるみたいです。それでは早速作業にかかってみましょう。まずはカメラをばらして内蔵バッテリーを取り出します。内蔵バッテリーを取り出すときにはまずここにある4本のネジ、これをね、六角ドライバーで取り外します。それとこの横の蓋、これ両側についてますけどね、ここを開けます。そうするとここの部分にもね、ネジがついてんですよ。こちら側もここの部分とここの部分、このネジはプラスドライバーで取り外します。それではやってみましょう。はい、これで8本すべてのネジが外せました。そうしましたら、ボディを裏返して、ボディ裏側のケースを開けます。この部分にマイナスドライバーを差し込んで軽くこじると、このようにケースが浮きます。これで裏側のケースを外すことができます。
ケースを開けたら内部の7本のネジ、これとこれ、それにこれ、これ、あとこの黄色いやつ、それと液晶ですね。こう軽く持ち上げると、この液晶の裏にも2本ネジがあります。これも黄色いカラーがついています。これとこれ、この7本のネジを外します。ネジがすべて外れたら、この金属の部品、これをね、軽く持ち上げると、この部品の裏にこのようにほらバッテリーが入っています。バッテリーが見えますね。そうしましたら、バッテリーのこの部分、この端の部分をマイナスドライバーで軽くこう持ち上げると、このようにね、バッテリーが浮き上がって片側が外れます。こうして浮き上がってできたバッテリーの隙間に、このようにピンセットを挿入して、ピンセットで挟んで取り出すと、バッテリーは簡単に取り出せます。はい、これでバッテリーが外れました。これが今回用意した新しいバッテリーです。出してみましょう。このように寸法や形、電極の位置などは全て同じであることがわかります。ただし、これ最初から入っていたバッテリーをよく見ると、ほら、ここの部分、ここの部分にね、なんかね、こうスポンジの、これはスペーサーでしょうかね、なんかそれがね、ついてます。こちらにはないでしょ。ですから、このスポンジのスペーサーみたいなもの、これはね、ガタつき防止だと思うんだけど、取り外して、新しくつけるバッテリーに移植した方がいいと思います。ゆっくり引っ張ると、このようにね、綺麗に外れますから、新しいバッテリーの同じ位置に貼り付けます。両側ともこのように貼り付けました。そうしたら、これを取り外した時と逆の手順で取り付けます。まずこの電極側を完全に中に入れてから、反対側をピンセットの先でこう押し込むようにしてね、中までカチッと入れます。こんな感じですね。完全に入りました。そうしましたら、まず内部の7本のネジを元のように取り付けます。そしてケースを元のようにかぶせて、ケースを止めていた8本のネジを元のように戻せば、作業は完了です。はい、これで内蔵バッテリーが交換できました。こちらが外したバッテリーですね。それでは電源を入れてみましょう。バッテリーを交換して最初に電源を入れた時には、このようにね、時刻合わせの画面になります。時刻合わせをして完了を押すと、あとは通常の状態でカメラが使えるようになります。これでバッテリーが新しくなりました。私にも自分でバッテリーの交換ができました。やりました。